メッツのディビジョンシリーズを振り返ってみたいと思います。とにかく最後の最後までタフでした。第1戦は奪三振王ランディ・ジョンソンが立ちはだかりますが、初回メッツ前日のワンゲームプレーオフで値千金のホームランも放ったアルフォンゾ、左中間ここ深いところなんですがギリギリいっぱい、ホームランも放って先制。さらに3回には元首位打者オルルッド、ジョンソンからこのライナー性のツーランホームランも打つなど、4回までに4点もありました。この日の先発は吉井です。ですからディビジョンシリーズはこのランディ・ジョンソン、今日はマダックスと投げ合うという吉井、3回までを1失点に抑える粘り強い投球、4回に5番グラーゾ、これがソロホームランになります。で6回にはゴンザレス、これはもう完璧に打たれましたけどね、まあ、ちょっとフォークボールですけど ね甘かったですよね。ツーランホームラン打たれて同点、途中降板となりました。試合4対4のまま9回アルフォンゾランナーフルベースでこの当たりです。なんと満塁ホームラン、勝ち越し、結局得点そのまま8対4、メッツが初戦を制しました。アルフォンゾデーでした。続く第2戦ダイヤモンドバックス息吹き返します。1点も先制されて迎えた3回裏、ランナー1、2塁でマット・ウィリアムス、内野ゴロ、出塁します、満塁です。当のランディ・ジョンソン、打のマット・ウィリアムスがアリゾナをここまで持ち上げてきました。5番コルブランがフォアボールを選んで押し出し同点とします。そして第1戦ではわずか1安打だったフィンリー、ライト線へのヒット、2点追加、逆転成功。この日はフィンリーデーでした。5回またまたフィンリー、ランナー1塁2塁の場面でこの当たりが左中間を破ります。ツーベースヒット、2点を加えてリードを広げました。結局この試合フィンリー1人で5打点も挙げる活躍、ダイヤモンドバックスは7対1でニューヨークメッツ下し、勝敗1勝1敗イーブンにしました。さあニューヨーク、地元に戻ってきたシェイスタジアム、ご覧のお客さん、第3戦メッツ打線爆発、3対2、1点リードで迎えた6回、ランナー1、2塁でリッキー・ヘンダーソン、40歳のベテランの味、タイムリーヒット、そしてこの後オルルッド、彼も続きます、1、2塁間に破りました、2点タイムリー、リッキー・ヘンダーソン戻ります。この回、結局打者一陣の猛攻を見せました。一挙6点を奪って9回に勝利を決定づけました。何かこう勢いがそのままという感じですね。そうですよね、メッツの、ね、打線が、ね、非常に走りましたね。投手陣7回から先発のリードに代わって守護神フランコ、2イニングに登板しました。ベテランシーズン中は1イニングでしたが、2イニング、さらに驚くことに9回にはなんとアーシュハイザー、10年ぶりにプレーオフのマウンドにリリーフとして登板してシャットアウト、メッツ9回に快勝、シリーズに王手をかけました。こういう試合はね、もう気合ですね。ですね、みんな自分から、ね、勝ててたんでしょう。で第4戦3対3のまま迎えた延長10回、ピアッツァの故障で第3戦からマスクをつけていたプラット、このサヨナラホームラン、フランコが喜びます。この一発でリーグチャンピオンシップシリーズ進出を決めました。まさにミラクルでしたね。このようにね、やっぱりね、はい、そのまあ、プラット確かにあの控えのキャッチャーですけどね、まさかサヨナラを打つとはね、こういうふうにみんなの力が結集したこのメッツの逆転でしたけどね。それにしてもやはり勢いづいたのはあのアルフォンゾの第1戦の2発、はい、そうですね、これ大きかったですね。ランディ・ジョンソンから打ったということでね、みんながやっぱり自信つけましたね。そうでしょうね。そのシーンをもう一度ご覧いただきましょう。ベネズエラ出身、5年目の25歳、今シーズンは全て その自分のバッティングカテゴリーでキャリアハイ、自己ベストをマークしました。そしてこれは満塁のホームラン、決勝打は確かにね、はい、あのアルフォンゾ満塁ホームランですけど、初戦ランディ・ジョンソンをいきなり打ったという ね、あのホームランはね、チームにとってね、本当に計り知れないぐらいの大きな意味がありましたね。大きいですよね。さあ、それでは今日のゲームですが、実はニューヨークにとっては良くない数字があります。今シーズンのレギュラーシーズンの対戦成績をご覧いただきましょう。ご覧のように3勝9敗と大きく負け越しています。でターナーフィールドでも1勝4敗という成績ですが、
特に終盤のあの3連敗が来ましたね。そうですね、最初の3連戦で3連敗しまして、でも次の3連戦でね、はい、ちょうど真ん中の試合でライターがマザックスに内勝ってね、その時にマークスが珍しく、ね、8連打を打たれたんですよ、メッツ打線に。そうでしたね、まあ、それだけその1勝がやっぱりそのプレーオフに進出するきっかけになったんですけどね。ただあの8連打を呼んだのはライターの好投が打線をこう呼び起こしたという感じでしたもんね。はい、そうですね、はい、今日はだから吉井がねそのマザックスにシーズン中は投げ合って2敗しましたけど、まあ、3度目の正直今度はねお返しをして、するシリーズかもしれませんけどね。 そうですね、その吉井の今シーズンですが、ただこのアトランタ戦ではもう一つ吉井が数字が上げられないんですね。はい、やっぱシーズン中になりますとね、はい、どうしてもブレーブスの方がやっぱり分がいいという。ただ昨年もパドレスがブレーブスを破ったように、この短期間の間ではね分かりません、はい、まだね、力が流れ、特にメッツの場合はね7連敗から1回入ったチームですから、その、まあ、今気持ちの充実感はね逆にメッツの方が僕はあると思いますね、ご覧のようにこれレギュラーシーズンでの成績ですが3試合で0勝2敗、防御率が 5.94 という成績です。この成績についてはいかがですか。はい、あのマダックスのたまたま投げ合った試合、この時は吉井はやっぱり夏場ちょっともう膝の故障もありましたしへばってましたからね。そうでしたね、だからなかなか勝てなかった、後半もちょっと打線が今度逆に振るわなかったということですから、でも内容的に見ればね吉井はね1対0で負けた試合もありますし、抑えてるんですよ。そうですね、ところがやっぱりうまく噛み合わせが良くなかったということですからね、今日はだから自分本来の投球、あの気合の投球を見せてくれればもしかすればという感じはしますけどね。一方のアトランタの先発は精密機械のマダックスですが、先発して敗れた第一戦は少しボールが高めに浮いてしまいました。その時のシーンをご覧いただきますが、ディビジョンシリーズヒューストンとの対戦、まあ、バッティングの援護がなかったといえばそうなんですが、10安打打たれて2失点ですからね、フォアボールも多かったんですよね、というのはやっぱりシーズン中であれば、その肩の抜けた柔らかいフォームで、投球できますよね、でもこのシリーズになりますと1試合1試合の重みが違いますから、やっぱり投球に力が肩に入るんでしょうね。その分だけそのコントロールのミスがありましたので、そういう点を考えればそのメッツが突き込む薄気は十分あると思いますね。ありますか。でニューヨークメッツにとって非常に今日はいい点というのが、ディビジョンシリーズが終わったために3日ほど休みがあったわけですよね、でそれまでずっと連戦が続いて、ワンゲームプレーオフが入ったために今マダックスとメッツの成績が出ていますが、ワンゲームプレーオフが入ったためにずっと連戦が移動連戦だったわけです。そうですね、それがようやく休めてですね、試合前ニューヨークの NHK スタッフの話によると、非常に選手たちがリラックスをして疲れの取れた顔をしているというリポートが入っていました。まさにそうでしょうね。そうでしょうね、やっぱりその本当に緊張感の中で戦いましたのでね、そのほっとしたのは本当一瞬だと思いますけどね。でもやっぱりでも一番強い90年代一番強いというブレーブス、これをね叩くチャンスかもしれませんね。確かにそうですね。今マダックスの右隣にいるのがピッチングコーチのマゾーニですが、マダックスが果たして前々回あのライターと投げ合って敗れた時のピッチングから蘇るかどうか、こちらボビーコックス監督。コックさんとも本当マダックスを信頼してますからね、防御率、投球の内容から見ればもうミルトの方がかなり上位にあると思うんですよね。ただ勝ち星がマダックスの上ですから、マダックスが登板するんですけど、やっぱこの信頼感でしょうね、監督との。ピアッツァは手を痛めていましたが今日は先発で出場することになりました。さあ日本人投手として初めて吉井がターナーフィールド、アトランタブレーブスを相手に登場します。リーグチャンピオンシップシリーズ第一戦、今日先発はマダックスです。ニューヨークのスターティングメンバーをご紹介しましょう。リッキー・ヘンダーソンから始めて、数字はレギュラーシーズンの打率です。アルフォンゾ、オルルット、ピアッツァ、ベンチュラ、ハミルトン、セデーニョ、オルドニエス、ヨシー、外国人選手がご覧のように出ています。ベネズエラ出身のアルフォンゾとセデーニョ、オルドニエスはキューバ出身、そして日本の吉井です。
まあ、打線はね本当にね、もう申し分ないでしょうね。ないですね、特にアルフォンゾが注目です。一方のグレッグ・マダックス33試合にレギュラーシーズン19勝9敗、防御率が 3.57 という成績で19勝は3番目、過去4回サイヤング賞を取っているグレッグ・マダックス。決してスピードもこれはずば抜けたものはないんですけどね、はい、頭のいい相手の弱点をしっかりつく素晴らしいコントロールを持ってますからね。そうですね、前回は少しその高めの球が気になったマダックスですが、今日立ち上がりどうでしょう。ディフェンスです。マダックス、ペレスのバッテリー、フレスコ、ブレット・ブーン、サードチッパー・ジョーンズ、ウォルト・ワイスはディビジョンシリーズでいいプレーを見せました。ジェラルド・ウィリアムス、アンドリュー・ジョーンズ、ブライアン・ジョーダンと外野です。このウォルト・ワイスがディビジョンシリーズで非常にいいプレーを見せました。そうですね、はい、守りでねその西満塁からのセンターに行けそうな打球を ね、ダイビングしながら取りながらバックホームしてね、あれがなければサヨナラで負けてたんですからね。チッパージョーンズがあのプレーがアトランタを蘇らせたと話していました。さあマダックス注目です。リッキー・ヘンダーソンに対して初球、レギュラーシーズンの成績が出ています。過去12回盗塁王、まずはまっすぐから入りました。今年40歳、暮れには41歳になりますリッキー・ヘンダーソン。相変わらず自らの盗塁記録でメジャー記録を塗り替えた今シーズンでした。今年は結局37盗塁はベスト10の第7位。チッパ・ジョーンズ、フレスコ、ワンアウトです。ヘンダーソンの場合はねもう盗塁すればすべてが記録になるわけですから ね、 そうですよね、一つですからね、素晴らしい選手ですね。ボビー・コックス、左がハズオニピッチングコーチ、3日間休養がありましたボビー・バレンタイン。高江の監督はね自分のチームに今手応えを感じてるでしょうね、はい、2番のアルフォンゾ第1戦大活躍をしました。ホームラン27と出ていますがもちろんキャリアハイ。8月30日のヒューストン戦ではメッツ6人目となる3本のホームランも放っています。変化球どうか、もう一つです。でも完璧に捉えましたけど ね、 変化球ね、相変わらず好調でしょう、はい、バッターボックスにはジョン・オルルットです。今日はちょっとコントロールも冴えてますね。冴えてますね、いいところですね。ターナーフィールドはこうしてお客さんがスタンディングオベーション。あー引っ掛けただけです。バットコントロールのうまいオルルットを打たせました。立ち上がり非常にいいコントロールを見せているマダックスです。初回3人で攻撃が終わりましたニューヨークメッツ。変化球もストレートもコントロールいいですね。いいですね、もうわずかずつそのコースを外すぐらいのね、はい、いろんなコントロールを今日持ってますからね、やっぱメッツ打線もねそう簡単にいかないかもしれませんけど ね、 ね粘り強く攻撃してほしいですよ。非常に
カーブ、そしてストレート、コントロールのいい立ち上がりを見せましたグレッグ・マダックスです。今日のこのゲーム1は過去の歴史から見ますとゲーム1に勝ったチームが過去19回ワールドシリーズに進出しているというデータがあります。でここまでの29回のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズの第1戦ゲーム1ではホームチームが15回勝っているという数字もあります。つまりビジティングチームが14勝ということですが、さあ吉井がマウンドに行きます。試合が始まる前 NHK の現地のスタッフが吉井と話をしたところ、今日は生放送ですからいいピッチングをと話をしたところ、ぜひ期待してくださいというふうに話したんだそうです。非常に自信を持ってマウンドに上がります。いやーね、シーズン後半からシーズン中ちょっと膝を痛めましたからね、はい、その当番ちょっと悪かったんですけど、もう最後の優勝を決めるあたり、負けて勝ち星にはつながらなかった好投って随分あるんですよ。ありましたね、はい、だから結局5連勝で終わりましたからね。そうですよね。吉井の、ね、投球の内容はねやっぱり今チームではナンバーワンだから、はい、このプレーオフの初戦投げても決してベンチは不安は持ってないと思います ね。 そうですよね。それから力強いところはピアッツァが指の怪我から戻ってきたというのはこれも大きいでしょう、はい、そうですね、もうキャッチャーとピアッツァがいるだけで相手に対するその、打線の重みっていうのは違いますからね、はい、そしてやっぱりリードの面でもね、もう吉井とはこうコンビうまく組んでますのでね、はい、もうこれはもう吉井の旨味をうまく引き出してくれますから。実はメジャーリーグアメリカでは非常にこの対戦盛り上がっていまして、その火付け役となったのがチッパー・ジョーンズです。ニューヨークメッツに対してこれでヤンキースを応援することができるね、もしくはニューヨークメッツファンはこれからヤンキースの応援に変わったらどうかということをチッパー・ジョーンズがシーズン終了間際に言いました。で、もうそのニューヨークメッツは沈んだというようなことを言ったんですが、それに対してボビー・バレンタインが試合後 チャンピオンシップシリーズ進出を決めた試合後のインタビューでバレンタインが、アトランタ・ブレーブスはこのあと我々ゴースト幽霊とプレーすることになるねと言いにくったんだそうです。さあアトランタの今日のスターティングメンバーです。ジラルド・ウィリアムスから始まってブーン、チッパー・ジョーンズ絶好調、ブライアン・ジョーダンもシーズンに入ってポストシーズン絶好調、クレスコ、アンドリュー・ジョーンズ、ペレス、ウォルト・ワイス、そしてマダックスと続いています。キュラソー出身のアンドリュー・ジョーンズ、ペレスがベネズエラ。さあ吉井の成績です。29試合で12勝8敗、防御率 4.40 という成績。おっと初球、ジェラルド・ウィリアムスに初球を打たれました。初球ストレートですけどね、はい、バッターの方はもう甘い球がストライクゾーンに来たら必ず打とうとしてましたね。初球でもね、向こうの、ね、トップバッターっていうのは振りながら自分のタイミングを合わせてきますからね。吉井、ピアッツァのバッテリー、オルルッタ、アルフォンゾ、ベンチラ、オルドニエス、内野はリーグ最強、 MLB 最強と言ってもいいでしょう。リッキー・ヘンダーソン、ダリル・ハミルトン、セデーニョ、今シーズン盗塁第2位のセデーニョがライトを守ります。さあ立ち上がりいきなり初球を打たれました、うん、でもね、今日はやっぱり冷静いけると思いますよ、はい、シーズン中もちろんブレーブスの強さは分かってますからね、ええ、でもブレーブスの方もやっぱり今日はやっぱり慎重な作戦を取ると思いますからね。慎重と言いますと、やっぱりメッツがシーズン中のメッツではないという気持ちはね、多分分かってるはずなんですよね、はい、かなり気分盛り上がってますし、だから今日初戦地元ですから勝ちたい、そのためにやっぱ先取点を取りたいですからね。そうでしょうね。2番のブレッドブーン、今日はモンタギュー球審、1塁クロフォード、2塁レイン、3塁がレリフォード、ポストシーズンはレフト、ライト、外野にもつきます。ラプアーノとケロブがレフトとライトです。今日もお客さんたくさん来てますからね、はい、このまあその中、まあ、敵になるわけですからね、だから吉井にとってはやっぱりいつもよりももっと強い気持ちで投げないといけないでしょう。そうでしょうね。スタート、
とそれた。ジェラルド・ウィリアムス盗塁を決めました。ノーアウトランナー二塁。立ち上がりから揺さぶってきています。このね、指の故障がちょっとどうかなと思うんですが。そうですよね、はい、やっぱ盗塁これは積極的にやってくるでしょうね、はい、当然。ここでフォークを落として 2-3。今シーズン2割5分2厘ホームラン20のブレッドブーン。兄のブレッドブーンはアトランタに移ってきました。今のストレートはちょっと押された感じですね。そうですね、その前のフォークボールがありましたよね、はい、ワンスリーからのフォークボール、これはもうまっすぐと思って振ったんですよね、はい、これはフォークボールが来たために空振りしました、はい、そうするとやっぱり遅い球も意識しざるを得ないんですよね、はい、だからまっすぐだけに的を絞れないですからね、ツースリーですから、はい、さあツースリーからフォーク勝負か。まっすぐ勝負いきました。ボール走ってますよね。走ってますね、自分でも、ね、自信持って投げてますからね。この前のファールにしたストレートも随分走ってましたもんね、はい、投げ込む球ですけどね、バットが振り切れないぐらいの速さがありました。ディビジョンシリーズでは19打数9安打ウォーレスピッチングコーチです。バッターボックスのブレッドブーン。変化球、あっと高めだ。ジェラルド・ウィリアムス、アトランタ先制。変化球高めに入ったところを打たれました。そうですね、ちょっと詰まり気味なんですけどね、詰まったおかげでセンター行きましたよね。そうでしたね、ストレート勝負じゃなくて変化球勝負行きました、ちょっと高めに浮いた球でしたね、はい、だけどタイミング外れてましたけど、フルスイングして詰まっていたのかはセンター行ったんですよね。まあさすがですかね、これがストレート2球の後カーブ高め、うん、橋本は行ったんですけどね、まあ、これはもうセンター行ったのはまあ偶然だと思いますけどね、はい、でもフルスイングして振り切ってるから抜けていったんですよね。なるほど。 1,2 番の積極的なバッティングが目立ちます。アトランタブレーブス、でも2人でから1点取ったんですから、さすがブレーブスですよ。チッパージョーンズです。ご覧のように45ホームランはキャリアハイ。サミー・ソーサ、マグワイアがいなければこの人にホームラン王の権限がありました。一塁ランナーのブレッドブーンはこれでプレーオフ20打数10安打5割になりました。ちょっと嫌なバッター迎えましたね、はい、一番ねランナーを前に出してはいけないバッターですからね、はい、スイッチヒッター6年目のチッパー・ジョーンズ。ノートゥーです。6年目27歳、90年ドラフト全米ナンバーワンチッパージョーンズ。95年のルーキーイヤーはワールドチャンピオンに輝きました。あ、ガララーガの姿に見えます。今シーズンは腰の故障でガララーガ1試合も出ることはできませんでしたが、このドンベイラー監督のバッティングコーチのもと非常に成長しましたチッパージョーンズ。でも、ね、ロッキーズからドンベラー来てね、はい、監督からね、元監督が ね、 そうですね、バッティングコーチやってるわけですからね。45ホームランはベスト10の3位チッパージョーンズ。8年連続 NLCS ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズに進出しているアトランタブレーブス。この後はこのシリーズ、ディビジョンシリーズ活躍の上段。あ、ちょっと力入った。入りましたね、力が入りますからね、腕が振れないんです逆にね。ここでウォーレスピッチングコーチ出ました。決して球の走りは遅くはない、はい、キレもある、はい、キレもありますよ。ただ今までやはり力みでしょうかね。力みですよね。力ますとね、
っぱ体が突っ立ってくるし、腕がなかなか前に出てきませんからね、逆に力を抜いて腕が振れるような状態を作らなきゃいけないんですけどね。ご覧のようにオーレル・ハーシュファイザーがブルペンで投げ始めました。まさに短期決戦、このリーグチャンピオンシップシリーズとワールドシリーズは4戦先勝制です。7回戦が行われます。もう昨日はミラクルメッツならぬミラクルレッドソックスが勝って2連敗の後3連勝、 ALCS アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズに進出を決めています。ニューヨークとボストン、一方こちらナショナルリーグはアトランタとニューヨークメッツの対戦になっています。さあブライアン・ジョーダン、ランナー1塁2塁、立ち上がり苦しいですね。苦しいですね。ストレート確か走ってるんですけどね、高め高めはやっぱりあまり意味のない球になってしまいますから ね、逆に低めに行けば、はい、もしかしたら振ってくれるかもしれませんからね。17打数8安打というのがディビジョンシリーズのこのブライアン・ジョーダンの成績。ライト詰まってます、これは詰まってます。セデーニョ、ブーンはそのまま、これでホッとしたんじゃないですかね。一つ取ってね、それまでね、もうちょっとフォークを使えばね、力が抜ける、あるいはカーブを投げればね、と思うんですけど、その変化球を打たれたというイメージがやっぱりちょっと投げづらくさせるんでしょうね。あるんですかね。でも同じ変化球でもさっきブレッド・ブーンに打たれたカーブではなくてフォークだとまた違うね、はい、そうですね、意味があると思うんですが、でもやっぱりもう立ち上がりですから、やっぱりストレートで手応えがあるという感じで、はい、キャッチャーももう中途半端な球よりも速い球がいいと思ったんでしょうね。はい、フレッグ、ちょうど今から試合が始まる1時間ほど前ですが、日本時間の8時過ぎに雨が降り始めましたターナーフィールド。そのためにニューヨークメッツのちょうどバッティングプラクティスの最中でしたので、打撃練習をほとんどしていません。メッツです。戻ってきたピアッツァ、だから力が入りますからね、はい、ライアン・クレスコです。メジャー8年目でもやっぱピッチャーを抑えようという気持ちがやっぱ強すぎると、今のようにね、はい、高め高めてしまうんですよね。だから打たせるつもりで投げれば力が抜けるんですけどね。この辺りはいいですね、はい、28歳のクレスコもご覧のように今シーズンアトランタに対して0勝2敗、通算でも0勝4敗という数字が残っています。今シーズンはシーズン当初からチームの戦列から離れていました。あっとインコースですが、もう一つです。ブレッド・ブーンはスタートを切っています。2アウトランナー1塁3塁、2本のヒット、フォアボール、2アウトランナーが1塁3塁で、バッターはアンドリュー・ジョーンズを迎えます。徹底的にストレートですね。ストレートですね。ベネズエラの北西カリブ海に浮かぶキュラソーという島、4年目の22歳、そのキュラソー出身のアンドリュー・ジョーンズ。今のフォークですよね、フォークですね、これフォークはね、フォークはね、今はストレートに的を絞ってましたからね、振ってきますから、もう一度見ましょう。コースは甘いですよね、だけどやっぱりそうフォークはストンと来ますからね、はい、あー正面点は1で抑えました。吉井ランナー2人残しました、うん、この1点というのはしかし、いや、ね、よくだからよく抑えた方ですよ、本当ですね。いきなりトップバッターにヒットを打たれて盗塁されて、はい、センター前でしょ、はい、
もうチームにとって嫌なムードになりかかったんですよ ね。だけどあの1点しか確かに取られましたけどね、はい、でブレイブにとってはもっと大量点の入るチャンスでしたから、あのあとはクリーンアップががっかりしてるじゃないですか。そうでしょうね、あのピアッツァの指示もあるんでしょうが、吉井のこの立ち上がりストレートへのこだわり、これはどうご覧になりました。はい、あのやっぱり吉井が弱気にならないように、はい、と同時にその吉井の球を受けてるピアッツァが一番分かってるわけですね、はい、吉井球には力があると、はい、じゃあ、4番5番力 の、まあ、ベテランですからね、はい、埼玉内閣を攻めようということでね攻めたと思いますけど、それは吉井あの球の吉井の球の良さをねやっぱアピールしたことになりますね、はい、そうそのこの冷静さを奪うためにもねちょっとこうバッターに粘って、はあはあ、ファールしてるうちに、ね、だんだんね、はいタイミング回ってくるはずですから、あんまり簡単に初球から打ってほしくないですね。そうですね、しかしこの辺りが精密機械と言われるゆえんです。8年目31歳になりましたピアッツァ、今シーズン124打点はチーム記録です。やっぱり長崎大生はやっぱり通用しないですかね。待てばやっぱり打たれてみればストライクをとっと投げてきますからね、はい、今シーズン対アトランタは11打数2安打という当たりがないピアッツァ。バットの先です。チッパージョーンズ簡単にワンアウト。バッターボックスにはロビン・ベンチュラです。レギュラーシーズン32ホームラン120打点、これも打たされたという感じです。ウィリアムス7月31日マクレーとのトレードでコロラドから移籍してきました。そのコロラド時代の数字も含めて3割1分5厘です。サードにはチッパージョーンズ、ショートにはディビジョンシリーズで好プレーを見せましたウォルト・ワイス、ベテラン。アウトローへね、ちょっとシュート系でスライド取った後この内野の膝元のスライダーでしょ、それももうタッチャーの見て寸分違うのがあるから本当ですよね。今日マスクはペレスです。うわ素晴らしいピッチングです。まさに精密機械クレッグ・マラックス、ベネズエラ出身のこのペレス、彼も95年のワールドチャンピオンを経験しています。86年ドラフト外野に入りました。キャッチャー1塁を守りますが、去年3割3分6厘だった打率、今年は2割4分9厘です。打ち上げた。ディビジョンシリーズ6打数1安打だったこのペレスに打たれました。ラスイッチヒッター。オークランド時代はあのマグワイヤーとティムネート、88年のルーキーオブザイヤー新人王です。この後はマダックス、コンパクトなスイングしますからね、はい、フェンスとウォルト・ワイスにはインコース攻め、ヨシーピアッツァ。様子戦でイコーチからこうして指示が出ています。フォーク、2球続けました。ヨシーが取った初めての三振はフォークボールです。初回はまだちょっとボールを浮いてましたからね、はい、分あたりも高めの球で変化球でセンター前に持っていかれたんですけど、今のコース決まれば大丈夫です。大丈夫ですね、はい、ピッチャーはマダックスにフォークから入りました。レギュラーシーズンでは1割7分2厘ホームラン2打点7という数字、ディビジョンシリーズでは1回打席に立ってヒットありません。これはシルシルターフィールド、センターまで122メートル、レフトライトはほぼ同じ102メートルと101メートル、
ライトが深くて右中間119メートルあります。ストレートが走ってますのでね、やっぱり、はい、やっぱり守備コーチはやっぱり右の方を指示するでしょうね。当然このファールテリトリーが狭くなっているターナーフィールド、1996年のアトランタオリンピックのメイン会場、あの直後に建て替えをしてこの野球球場になりました。ちょうどセンターと左中間の後方に聖火台が残されています。綺麗な球場ですからね、はい、本当にもう本当ここで本当陸上をしたのかなと思うくらいの、ね、うまく改装しましたけどね。ボールを当てる気づきはやっぱりしぶといですからね、このバッターは。ここまで来ました。オールレフト、オール取りました。ツーアウトです。ペレス動けません。ツーアウトまでうまく来ましたからね、はい、この回はきっちり抑えてほしいですよ。センター右ですが追いつきます。スリーアウト。この回先頭バッターにいきなりヒットを許しましたが後続を断ちました。2回を終わって1対0アトランタブレーブスが初回に取った1点が光っています。今ご覧いただいているのはこの回先頭バッターセデーニョの左中間の当たりの後ベースカバーに入りましたショートでしょうか、ウォートバイスかもしれませんが、そうですね、ショートですね、はい、ウォートバイスが弾きました、はい、その間に3塁、いきなりチャンスを迎えていますニューヨークメッツ。ご紹介したようにこの回先頭7番のセデーニョはマダックスの初球を叩いて高めの球左中間ツーベースヒット、その後ショートの乱れがあってランナーは3塁に進んでバッターボックスレイ・オルドニアス。さあチャンスを迎えています。これは動けません。ファウルか、ここはファウルと思いましたけどね、ボールを取ったところが、はい、ファウルゾーン、ファウルゾーンでしたよ結局。記録はフェアですね。フェアですか。フェアですね。もう一度見てみましょう。ホームプレートに当たってませんか。あ、前ですね。オールドネスをファウルと思ってファウルゾーンに切りかかってましたからね、はい、あ、見えなかった。オールドネスは走らなかったんですね。走らなかったです。ファウルと思ったんですよね、はい、ボールが外側に流れていきましたからね。この人はセデーニョです、はい、でセデーニョもファウルだと思って戻ったんですよ。そうですよね、はい、そんな感じでしたよ。結局キャッチャーゴロでワンアウトランナー三塁となって吉井です。ご覧の1割6分4厘で吉井、ここはありませんか。ちょっとくるうーんどうですね、内野これだけ前進してますが、ちょっと難しいですね、まあ、吉井が、まあ、バスターのような形でバントするふりをして前に寄せておいて打つことはある、はい、あると思いますけどね。ベネディクト三塁コーチです。空気ロハスは今日から5試合出場停止処分をあのアリゾナダイヤモンドバックス戦で暴言を吐いて受けています。ベネディクト三塁コーチに代わっている今日のニューヨークメッツ。さあこれでボールカウントノーツーとなっていますが、今日のマダックスをどうベンチが考えるかですね。そうですよね、うん、1点を取りに来るか。内野はしかし前進です。思い切ってやってもいいと思いますけどね。どうでしょう。おっとランナー飛び出しているスクイズ失敗。吉井失敗。甘い球でしたけどね。甘かったですけどね、でもねまっすぐはまっすぐ来ないんですよね。だから手元でちょっと変化する、少し落ちるっていうんですか。マダックスの真骨頂ですね。吉井しかし自分の首を絞めるようなバント失敗、スクイズ失敗。こうして握ってます。だからまっすぐじゃないんですよね。あ、ちょっと変化するんですね。手元で落ちるんですよ。だからボールに当たればやっぱりゴロにはなりますからね。当然セデーニョはスクイズのサインですからスタートを切っていました。ペレス最後は自らタッチ、天を仰いだ吉井。いや大事な場面でねこういうことができるかできないかっていうのはね、結局この形になってしまいました。メッツにとって大きいノーアウトサードから、ね、点が入らなかったんですから ね。そうですね。だからマダックスのなんかこううまさばっかり目がついた感じしましたね、はい、
その前を打ちますブレッドムーン。ディビジョンシリーズヒューストンとのゲームでは4割7分4厘。あのブーンが新車中継とか来た時に、はい、ブレーブスには向かないんじゃないかなと思ったんですよね。もちろん守備は非常にうまい選手でありますけど、2番バッターでこれだけフルバッターっていうのはブレーブスには向かないと思いましたけどね。ワイスのような感じのタイプの方が、なるほど、当てておきたい、うん、あの僕にはあのブレーブスらしいバッターと思いますけど、はい、やっぱり2番で振るっていうのは怖さは感じますね。去年のゴールドグラブ賞、ただあれでしょうね、シンシナティはワンゲームで負けてしまいましたので、はい、やはりあの弟アーロンの分もっていうところはあるのかもしれませんよね。そうですね。バットの先です。ここは抜けません。プレーオフが4試合ですから、オルドニエスはこれで104試合連続エラーなし記録、メジャーリーグのカリプケンが持っていた95試合を彼自身が更新し続けています。たまにはうまいですね。そうですよね。もうボールが来るところでスインググラブが入っていくっていうのはね、なかなかできることではないんですよね。レギュラーシーズンと合わせますと今日で105試合目になります。エラーなし記録。ショートってのはもうみんなバッター足が速いですから、取ったらすぐ投げなきゃいけないんですよ ね、 だから取って余裕がありませんからね、はい、だからすごいんですよ。取った時にはもう投げる、つかみになってるんですね。そうなんですよね。握りになってるんですね、さあチッパージョーンズを迎えました。チッパージョーンズの方が打ってたんですよね。そうでした、そうでした。バットの先です。これは変化球をうまく使いました。2アウトです。よくこうその冷静になりましたね。なりましたね。前の回の失敗というのはね、やっぱりピッチャーを引くんですけどね、よく我慢しましたね。2巡目変化球うまく使ってますね。はい、そうですね。フォークボールは先ほどやっぱりワイスの時からやっぱフォークボールが落ちるのは分かってましたね。はあはあはあ、だからそれをうまく使ってますよ。2打席目からはディビジョンシリーズの成績をご覧いただいています。ヒューストンとのゲームで4割7分1厘、ホームラン1、打点が7という数字。この人がディビジョンでは当たっていました。8年目、32歳。ちょっとバックが折れました。相当ストレートも力入ってますね。はい、だからね、レシーブの球はストレート走ってるんですけどね、はい、初回ちょっとストレートにこだわりすぎましたのでね、硬さが見られましたけど、今あの先ほどのね、はい、自らのそのスクイズ失敗が精神的にどうかと思ったんですが、はい、ここは2番、3番、4番を抑えました。そうですね、これはね、はい、やっぱりかなりやっぱり吉井の落ち着きが、もう短い間に気分転換ができたんでしょうね。集中力飛び出てませんよね。こういうピッチングを続けてくれればだんだんね、はい、メッツの方も1点ですから、わずか1点ですからね、わずか1点ですからね、もうワンチャンスで取り返してますから。3回終わって1対0、ブーンのタイムリーヒットで1点先行。さあこの回は1番からです。アリゾナとのシリーズでは15打数6安打、打点1、盗塁6というのがこれが記録になりました。ご覧のようにメジャーリーグ21年、その間2割8分4厘、オンベースパーセンテージには丸がつきましたが、出塁率が4割飛んで5厘、すごいですね。生まれついてのトップバッターですよね。これもいいところです。2つ目の三振は外、今のもストレートなんですがちょっと変化してるんですか。今日変化してますよね。外から入れたり出したりね、アウトコース投げますと遠いと思うと瞬間的には、そこ、ね、からシュート回転して入ってくるんですよ ね、この後ですよね、スッと入ってくるんですね。だからやっぱ審判もね、当然ストライクと言いますよね。内側に入ってくるわけですから。本当ですね、入ってくるんですね。ボールうまく操ってるんでしょうかね。なんか
なんかキャッチャーのミットにこうなんか 糸かなんかあって吸い込まれるような感じですよね。この人のバッティングにはディビジョンシリーズを見る限り期待できるんですが、アルフォンゾ、やっぱアルフォンゾがやっぱ突破口を開かないとやっぱチーム盛り上がらないかもしれませんね。そうですね。今日のマザックスはやっぱりちょっと手強いですよ。第1戦初めてのプレーオフでホームラン、そしてその後は満塁ホームランも打ちました。しかし冷静に考えればまだ1点ですからね。そうですね、差は1点、ね、ただこの1点は非常に今日のマザックスに対しては重たいですけどね。はい、どうでしょう、左中間、またさすがアルフォンゾ、ポストシーズン、レギュラーシーズン終盤の勢いをそのまま持ち込んでいます。さすがですよね。本当ですね。その分だけちょっと甘く入ってきた。でもこれアルフォンゾがバットが触れてるからね、甘い球も行くんですよ。さあオルルット、おーっとライト前、さあアルフォンゾストップ、ストップ、止まります。右方向でしたが当たりが正面すぎました。しかしチャンス広めてワンアウト1、3塁、力で押そうとすぐ失敗しますからね。さあワンアウト1、3塁でピアッツァ登場。ダイヤモンドバックス戦では9打数2安打のピアッツァですが、ファウルです、ファウルです、ファウルです。手の指を故障していました。ランナースコアリングポジションでは2割9分3厘、ホームラン8、打点77、今シーズンの成績です。ピアッツァは124打点を挙げて今シーズン熱球団の記録を作りました。あそこはね、ただマークスの場合はストライクはいつでも取れるって感じですね。ありますね。だからそうですね、いつボールをで投げて誘うかってことでしょうね、はい、問題はね、ストライクはいつでも取れますから。ペレスはよくキャッチャーボックスから外れて構えることがあって、今シーズン相手のチームからクレームがついたんだそうですが、今もちょっと外側です。あー、いいコースですね。マダックスちょっとガッツポーズ取りましたけどね。いや、昨年までだったらおそらくストライクでしょうね。あ、そうですね、その感覚は自分で持ってますからね、はい、今シーズンメジャーリーグではセリーグコミッショナーの通達によりインコースを取るようになりました。シーズン当初はばらつきがありましたが、ここに来て審判たちインコース、そして高めもしっかり取るようになりました。それで2、グラビン前半戦非常に苦しみましたね。アウトコースの、ね、スクリーンボール、これが決め球ですからね、はい、それが全てわずかずつボールと言われましたね、苦しみましたからね。そのグラビンは13勝11敗、今シーズンダブルプレーの多いピアッツァですが、マダックスインコース入った、バット折れた、チパジュンズ、チパジュンズ、どうか、アウトです、アウト。しかしアルフォンゾ戻って1対1同点。でもこれはね、これ価値がありますよ。ありますね。バットを折れながらも。取れないと思ったら1点を取りましたね。あのチャンスでついえたかと思ったんですが、120打点はベスト10の第8位。アリゾナとのゲームでは2割1分4厘、ホームラン1。ツーベースヒットが、失礼、打点が1、ツーベースヒットが2本あります。11年目の32歳。開幕から今シーズンは10試合連続ヒット。7月の7日のモントリオールとのゲームでは左足の親指を痛めましたが、すぐ復帰して7月の下旬はプレイヤーオブザウィークに選ばれました。力が入ってますから、今ボールが、まあ、初回の吉井と一緒でボールを受けましたね。ああいうことはね、今この回までなかったですよね。ワンアウト、ツーアウトでランナー二塁。謎にピッチングコーチ、このフォアボールはね、僕はね、マダックスにとってね、屈辱っていうんですかね、自分の気持ちの弱さみたいなのが出たと思うんですよ。そのまま抑えようと思う気持ちは確かに一応ありますよね、
だけどフォアボールだけは出さないという自分のプライドがあるわけですよ。いつでもストライク取れるというね。そうですね、はい、それがやっぱり力が入ったためにフォアボールになって自分のボールがコントロールできなかったという、はい、やっぱり今やっぱり顔に表情出てましたね。ハミルトン、マダックスはシーズン中は打てないバッターがそのプレーオフでいつも打たれてあまり内容は良くないんですよね。はい、確かにそうですね。普段より初回の感じ の、 力の抜けたリラックスした投球フォームでなくなればメッツにチャンスありますね。マダックスの中ではおそらく今日は1対0で完封するという、ね、気持ちが筋上げがあったんじゃないかと思うんですね。それがやっぱり今途切れた、そのちょっとなんか苛立ちがあるような気がするんですよね。ペレス中正面です。スリーアウト、ランナー2人残塁に終わりましたが同点に追いつきましたニューヨークメッツ。3回の裏の吉井の好投がこの1点を呼び起こしたと言ってもいいでしょう。でもこれをプレスが詰まりましたからね、はい、角度は良かったんですが詰まってましたね。今度はやっぱその球を意識しながら振ってる。だからまあそれでも今ファールしましたからね、はい、ボールも走ってますよね。これでワンエンドワン。ナショナルリーグのチャンピオンシップシリーズはこのアトランタとニューヨークメッツ、一方のアメリカンリーグのチャンピオンシップシリーズはニューヨークヤンキースとボストンレッドソックスです。これも押されています。どちらでしょう。リッキー・ヘンダーソン、アウトコースのアウトローの球ですから、まあ、確かに打ちづらい球ではありますけど、プレスにとっては、ね、はい、一番腕の伸びるところでボールを取られますから、スピードがなかったら今は多分スタンドまで行ってますね。だからボールは今日スピードあります。先ほどご紹介したようにニューヨークの両チームがまだ残っていますので、ワールドシリーズはサブウェイシリーズになる可能性もまだあります。サブウェイシリーズというのは詰まりました。チェックスイングです。アンドリュー・ジョーンズ。ちょうどヤンキースタジアムとシェイスタジアムが地下鉄で結ばれるために、まあ、乗り換えが必要なんですけれども、はい、地下鉄で結ばれるためにこのサブウェイシリーズと呼ばれています。インターリーグの時にはこのサブウェイシリーズが大変な人気でシェイスタジアムたくさんのお客さんも集めました。ニューヨークのファンにとってはそれが意味じゃないですかね。そうでしょうね、まあ、全米各地から見ればね、はい、決して面白くないことのことかもしれませんけどね。まあ、でもこれ先ほどからアンドリュー・ジョーンズがね、吉井のフォーク、はい、これにかなり加わってますね。そうですね。今年はしかし高橋さん、この4チームが残ったということで西海岸の MLB ファンはちょっとね寂しい気がしますね、はい、思いますよね、はいはい、ね、これはもうやっぱり力あるものが勝てるわけですから。アリゾナが最後までワールドシリーズの確率を高めだったんですが、結局このニューヨークの前に敗れました。吉井自身もねこの時期にねこの投げてること自体はやっぱ幸せがないですか。それはありますね。低めの球をうまく打ちましたが伸びは、おっとリッキー・ヘンダーソンはちょっと怖いんですがこの守備打席でそして塁上であまり貢献しないと守備はちょっと怖いリッキー・ヘンダーソンです。フォークですけど、ね、うまくポンとバットをなんか当てに行ったんですね。よく言うまあ、拾ったって感じでしょうかね、はい、意外に打球伸びましたね。3回4回は3人で攻撃が終わっています。また実球でこのイニングも投げ始めて、投げ終えて3回4回2イニングで20球のみ、省エネピッチングです。この回先頭バッターは先ほどツーベースヒットのセデーニョ。ファイトあふれるプレーです。今バレンタインが動きを見せましたが、これはマダックスの今のプレーでグローブの一部が切れて、グラブの一部が切れてダグアウトに戻ったことについてバレンタインが抗議に行ったということです。伸びてキャッチングの時だったんでしょうかね、うん、そうですね。
オルドニエスは最初の打席はファールかと思ったキャッチャーゴロです。フェアですが、今ペレスが構えたのは外です。来た球はインコース。マダックスにしては珍しいシーンです。まあ、守備はされてますけど、投球の方はね、はい、ご覧ください、外に構えてますが、うん、入ってきました。まあまあ結果的にはね、はい、まあ、内角に入ってもコースに決まってましたから、内角詰まってますけどね、はい、よしいです。簡単に攻撃が終わりました。5回の表終わって1対1、ニューヨークメッツがピアッツァの内野ゴロの間に1点を挙げて同点に追いついています。たったの5球でマダックス投球を終えました。ご覧のようにアッパーデッキはお客さんの空席が非常に目立ちます。ターナーフィールド、チケットは全く売り切れてないという状況です。先日 のアストロ戦もね、人気なかったんですよ。そうですね、両球とも満員にならなかった、はい、だからそのブレーブスが勝つのが当たり前というような感覚があるんでしょうね。あのアトランタのファンはですね、だから、まあ、要するにだから決勝だけ見に行けばいいなと思ってないですか。でもこれだけポストシーズンに強いんですが、ワールドチャンピオンになったんですよね。94年に一度なっただけですからね。それ以降ないんですからね。8年連続そのプレーオフ進出しながらね、はい、まあ、立てない、はい、まあ、そのやっぱりお客さんのチームちょっと冷めてるところもあるかもしれませんね。今高橋さんが紹介してくださった8年連続はオークランドの10年連続に次ぐものなんですね。ロークワイスから始まります。今日最初の打席は空振りの三振、インコース高めでした。アウトの頭上、ロークワイスはスタンドアップダブルです。ロールトワイス、インコース高めに行ってしまいました。吉井これはバントして多分送りますか。吉井とヒヤッとしました。ワンアウトランナー三塁、こういうのはやっぱり吉井よりも上手いですね。先ほどスクイーズを失敗した吉井、ちょっとどこか痛めたか。いや今ちょっといや、あのね、僕膝をひねったと思いましたね。というのはあのボールを取りた時の方向がサード方向、体を向いたんですよね、はい、ちょっと見てみましょう。これでね、結局サードに投げようとしたんですけどサードに投げられないと見て、それと体をひねって急激に一塁投げたんですよ、はい、だからちょっとね、うん、右足の負担がかかったか。だこれがね、人工芝だとおそらく体滑ってますね。天然芝ですからなんとか踏みとどまったんですけどね。最後踏ん張ったのは右の膝でした、うん、この後、うん、これで、うん、ちょっとねこれですあって、ちょっとあったということがありましたからね、はい、無理やりそのガードをひねって投げましたのでね、投げてるのは状態だけですね、下半身が流れてました。これベンチラーは無理ですか、うん、あ無理ですよね、無理ランナーにいるんですもんね、はい、だからサードだったらそのままスムーズに投げられたんですね、ーボールを持ってベクトルは同じですもんね、うん、体はだからサード方向に向きながらサードのベンチが出てきたのでダメだと思って慌てて一塁振り返った、その時にちょっと膝をね僕ひねったように見えましたけどね。ベンチらの判断はどうだったんでしょうね、出てきた判断。いやもう吉井が取れないと思ったんでしょう、うん、それで出てきたんですけどね、うん、ちょっと判断が早すぎた。でも、はい、早く出ないと、もし吉井が取れなかった、取れなかった場合はランナーはセーフになりますからね、はい、ここです、うん、打球が意外に速かったんですよね。足首をちょっとひねってるんですね、うん、今のところで左の足ですから出す方の足です、あの足首です、左。打球がもうちょっと死んでくれればボールを取りながら体が回転しやすいんですけど、打球が速くために追いかけるのに必死になってましたからね、はい。さあ要注意のバッターが出てきました。1番ジェラルド・ウィリアムスは最初の打席で吉井の初球
ストレートをセンター前に弾き返しています。日本のようにトップバッターというのはね、ツースリーまでしっかり粘ってフォアボールを選ぶのをトップバッターと言いますけど、向こうのバッター違いますからね。違いますからね。ストライクはみんな振ってきますから。さあ初球何から入る、抜けました、勝ち越し。これなんですよね、もう積極的。リッキー・ヘンダーさんを落としました。でも今ね、僕はあのショートの正面と思ったんですよ、当たりの角度から見てね、はい、でもちょっと強すぎたのかな、それでオールデンスが飛びつけなかったでしょうかね。今これヘンダーソンが後ろに反らしたんで、ヘンダーソンにエラーがつくと思うんですが、このタイミングでオールデンスの動きをちょっと見てほしいんですよね、はい、ショート前進してきてます。やっぱり、うん、打球が早すぎたね。早すぎましたね。オールドニエスでも届きません、まあ、定位置であれば取れたかもしれないけど、やっぱ前進守備していますからね、ランナーいますからね、これはちょっと無理でしょう。トマホークチョップが出ています。この後レッキー・ヘンダーソンはここで、この人の守備は怖いですね2対1アトランタ勝ち越し。2番のブレッドブーンです。ターナーフィールドのこのトマホークチョップが鳴り響きます。ちょっとしたミスがこうなんか点につながる感じしますよね、本当気を抜けないですね今日の試合は。これ向かっていってます、ね、気持ちでは負けてませんね。負けてませんね、気持ちでは負けません。あーマホームズ、去年までベイスターズのマホームズが投げ始めました。右へ、どうか、届いた、届いた、ナイスプレー、ナイスプレー、挟まれるか、いや、戻りました。これは素晴らしいプレーが出ました。セデーニョ、セデーニョ素晴らしい、これはスーパープレーが出ました。今のなかったらね、点を入れて三塁打になったかもしれませんからね。ね、本当ですね。これもう一度見てみましょう。最後の一歩でスライディングです。グラブの先ですよ。これももう。取ってる本人もね、はい、グラブに入ると思ってないでしょう、おそらく。そうですか、それくらい最後はもうダイビングしないと、もう届かないと思ったからダイビングしたんですよね。スーパープレーです。取りましたね、一か八のプレーですよ、これは。これは吉井もほっとしたでしょう。詰まって右方向へボールが流れていってますからね、余計、はい、ここで一度戻ろうとしましたが、ジェラルド・ウィリアムス素早い返球。これ絶対ね、もうセカンドにいたらね、はい、ヒットになると思いますよ。そうでしょうね、そうでしょうね。打球のところにはランナーのライトいないんですから、はい、ところがやっぱりね、タッチアップは絶対できません今のはね。ここでチッパージョーンズを歩かせます。ターナーフィールドはもちろん大変なブーイングですが、まあ、ここは一点勝負になってきましたから ねしょうがないですね。これ左バッターより右バッターの方が勝負しやすいですからね、はい、この後はブライアン・ジョーダン。ただジョーダンもディビジョンシリーズでは当たっていました。2アウト1、2塁してバレンタイン。次のバッターに、ね、みんな来ますけどね、前のバッターが検査的には非常に燃えるらしいですから。ああ、そうらしいですね、今シーズン18個の敬遠はナショナルリーグで2番目に多い数字、チッパージョーンズ。当然これもやっぱり一番当たってるバッター、一番怖いバッターは当然敬遠ですよね。ここで出ましたね、うん、お、先
ほどの足首の痛みもちょっと気にはかかるんですが、そうです、それはあると思いますね。どうです、ピッチングコーチが行きます。あ、ボールを取りましたね。あ、ここで吉井降板か。そうですね、やっぱ追加点取られて、そうですね、マホームズ出てきました。吉井降板です。シーズン終盤5連勝でこのポストシーズンを迎えた吉井、日本人投手として初めての NLCS ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ登場ですが、2失点でマウンドを降ります。しかし前回同様5回を2失点というのはこれは相当ですよね。いやだから先ほど言ったようにね、はい、前半戦を2点に抑えればもうピッチャーもそれで十分なんですよ。十分ですね、はい、あとはベンチの勝負になります。あ、吉井悔しがっていますが、でもうまくね僕はつなげると思いますよ、はい。まあ、だから最初のあのダイヤモンドバックスの試合でも、やっぱり吉井ホームランを打たれましたね、追加点取られて。しかし同点まででなんとか我慢しましたからね、はい、やっぱ逆転につながったわけですから。今バレンタインもベンチ裏に引き上げていく吉井に声をかけましたし、はい、あの先ほどウォーレスピッチングコーチも非常に気を使って吉井にね、うん、そうですね、登板を進めましたね、はい。さあこのイニングを見てみましょう。まずウォークワイスに簡単にインコースの球を投げたところをツーベースヒット。ブレーブスの、ね、バッターの上手いところですね。でこのプレーで、うん、これがウィリアムスのね、はい、特別な対応ですからね。でこの後はブレッドジョン、いいプレーでした。最高のプレーですね。ウィリアムスはハーフウェイしてたんですけども戻れないですよ ね、はい、ね、これはもうこれはもうセデーの大ファインプレーですよ。これなかったらもう吉井一気に崩れてますから ね、 そうでしたね。もう1点ですからね。これ今日のマダックス相手に1点差と2点差じゃ大違いですからね、はいはい。この打球をもしかして、まあ、これセデーノが大ファインプレーしてくれたから、はい、まあ、吉井は助かったとベンチは見たんじゃないですか。あ、はい、だからやっぱ吉井の交代の時期はもう球に力がちょっとなくなってきた。いい、なるほど、なくなってきたというかバッターにとタイミングが合ってきたということですね、はい。73球で降板、2人目のマホームズをマウンドに上げてバッターボックスブライアン・ジョーダン、うん。まあ、でも残念ですけどね、でもよく、はい、だからあとはマホームズがこの回をきっちり抑えてくれれば。そうですね、元ベイスターズのマホームズシーズン終盤はいい働きしてるんですよね、はい、いいですよ、もう連勝でとにかく負けなしですからね、はい。吉井は2失点でマウンドを降りました。しかし今日は立ち上がりから非常に気合が入ったピッチング。2巡目からは変化球をうまく使いました。特に吉井が良かったのは3回裏のピッチングです。3回表に自らスクイズを失敗した後中軸を見事に抑えました。今日は吉井の前にライトフライとサードフライ。吉井ご覧のように4回3分の2で5安打しか許しませんでした。今日は立ち上がりから非常にこう力の入った、はい、ね、ストレートの伸びがありましたので、はい、中盤だからもううまく立ち直りましたよ、はい。低めの球ですがセンターウォーニングゾーン手前スリーアウト。ヒヤッとはしましたがマホームズ、そうですね、力でなんとか圧倒しましたね。そうでしたね、今マホームズとこうしてハイタッチをしました吉井。この2人もちろん、まあ、吉井一人ではないんですけどね、はい、マホームズの助けは借りましたけど、でも5回を2点、これはもう十分責任を果たしましたね。そうですね、先頭バッターホームランの記録も持っているリッキー・ヘンダーソンから始まっていますが、スパジョンズグラブで弾いて右手ダイレクトキャッチすぐスローよ、ね。さあアルフォンゾに対しては警戒しているマダックス・ペレス、
なって、はい、やっぱ警戒してますね。してますね。ただオルレットは先ほどこのマダックスのサークルチェンジがよく見えていました。特にシーズン当初ね、あっとフェアか、フェアですね。アルフォンゾ、マダックスの球すべて見えてます。うんうん、そのままそのままです。そうでしょう。だからね、もちろんそのさっきのアウトコースの球カットするのも大事ですけど、はい、やっぱりね、当たってるということに対しての苛立ちからやっぱり力が入るんですよ。あるんですね。最後の最後の甘い球いきましたもんね。甘い球ですもんね。最後の球が甘いですよ。そしてこれレフト線にいっぱいいっぱいでした。これをここから切れていきます、うん、アルフォンズが打ち損なうともう二度といい球来ませんけど、 その球を的確に捉えてますからね。あ、いっぱいいっぱいです。当たってますね。シーズン終盤の勢いをそのまま持ってきています。アルフォンゾ、ワンアウトランナー二塁で元首位打者登場、オルルッド。オルルッドにはサークルチェンジ、先ほど打たれてますから投げにくいでしょうね。はい、だから、ね、様子見でね、今ボールを一つ、ね、外側に僕投げてたと思うんですよ、はい、いつものストライクよりもちょっと外ボール、はあはあ、それをなんか審判が取ってくれるかくれないかってことですね、はあ、今取ってくれましたね。そうすると今度はストライクゾーンの幅が広がりますね。24年目のモンタギューが今日の中心。ここでペレスがマウンドに行きます。さあどうでしょう。追い込まれたオルルッドですが、インコースの球詰まってますが、センターアンドリュー・ジョーンズ追いつきました。ツーアウトランナー二塁です。フォアも狙ってくるところです。サイル勘のさえた日というのはありますけども、そういう時はもう70球で完封しますからね。そうですよね。だから見逃せばストライク、振ればボールというような、やっぱその芸術的なピッチングですよ。はい、ペレス中、はい、これです。あー、カーブかけただけです。ボールトワイス、アルフォンゾが塁に出ただけ、得点に結びつけることはできません。見事なピッチング、マダックス6回まで投げ切って1失点です。この回はライアン・クレスコから始まります。吉井が実は昨日公式インタビューを行いまして、その時アトランタの打線と対戦するにあたって何が一番怖いかという質問に対して、一番重要なことはチッパー・ジョーンズ、クレスコ、ブライアン・ジョーダン、彼らをどう攻めるかということです。彼らに向かうとき、その前に絶対ランナーを出してはいけない、その点は特に意識をしなくてはいけないというふうに言っていた吉井ですが、今日は初回先頭バッター2人目ブレッド・ブーン、2者連続ヒットを許してしまいました。フェアです。オルウッド、投げられません。珍しいですね。珍しいですね、この人上手い人ですからね。名手ですからね、はい、記録はオルルットのエラーです。グラブに普通に取っておれば、ね、何でもないと思いますけど、はい、まあ、ちょっと前に行った後、バウンドが高くて合いませんでした。自分が思ったよりもボールが高く弾みましたからね、はい。この人はやっぱり偉い人もなんか表情変わりませんね。そうですね。数年前に頭の手術をしてから守備の時もヘルメットをかぶっているジョン・オルルットです。トロント時代の92年93年ワールドシリーズも経験しているジョン・オルルット。その93年のワールドシリーズはフィラデルフィアとの対戦でしたが、あのジョー・カーターが劇的なサヨナラホームランでワールドチャンピオンを決めました。その時のメンバーです。
うまい、見せた。さすがアルフォンゾ・オルドニエス。オルドニエス右手ダイレクトキャッチです。今日で105試合エラーなし記録更新中。もう一度見てみましょう。抜けるかと思ったんですが、ピッチャーのグラブにちょっと触ったのかな、そんな感じに見えましたけどね。で変わりましたか。でも取らなくてよかったですよ。ここですよね。ボールがちょっと、しかしあれ素手で取りに行きますかね。自分のからちょっと体の中心から外れましたよね、ボールが、はい、押したったら素早く手で、下半身は完全に一塁ランナーこう、はい、かわしてるんですよね。だからこれがやっぱプロのプレーですよ、はい、ご覧いただきましょう。こういうふうにちゃんとかわしています。すごいですよね。グラブと右手と下半身とそれぞれ目がついているようなプレーです。確かにボールはね、あの手で、ね、下からトスしてますから、はい、速いだけではないですから、その素手でももちろん掴めますけど、でもあれがとっさに出るっていうのがすごいんですよ。すごいですね。普通出なくてとっさには出ないんですよね。やっぱりグラブで取ってそれから投げようとしますからね。ですよね。それがもう瞬間的にね手が出るっていうのがね、このコンビはすごいです。うまいです。あの終盤のピッツバーグ3連戦3連勝の時もね、イレギュラーがあったのを右手だけで判断しましたもんね。そうです。おーっと、これはどうか、持っていったか。あー、行きました。マホームズ打たれた。今日はこれペースも吉野好きに合ってましたからね。合ってましたね。ペレスにスタンドイン、ダブルプレーでホッとした気持ちもあった直後でしたね。でもね、だからその投球の内容が、ね、吉井とあんまり変わってないんですよね、マホーズの場合。おっしゃってましたね。だからそれでね、このペレスの場合はやっぱり吉井対策は非常にタイミングが合ってましたから。このしかし一発は大きいですね。今日のマダックスの出来からいくと値千金になりそうな一発です。この3点目は非常にメッツにとってというか、マダックスにとってありがたい。大きいですね、大きいですよね、はい、もっと高投球を楽にさせますね。こうしてシッパージョーンズが来て、今のダブルプレーでね、やっぱり、はい、アトランタのベンチもちょっとがっかりしたと思うんですよ、一生陣ね、はい、だから今シッパージョーンズが喜んだのは分かりますね。分かりますね。これは大きな一発です。吉井の夢を打ち砕くような一発です。あーっと、こういうことになるんですよね。もうしょうがないですよね。これはツーアウト一塁で、そのままマダックスということはどうなんでしょうね。球数にもよりましょうが、そのまま今日はセットアッパー使わずにロッカーというケースも考えられますか。はい、考えられますね。余計なピッチャー使わない方が一番いいですからね。球数は少ないんですから、もうマダックス、はい、今日はやっぱ投球されてますからね、6回で72球です。今シーズンレギュラーキャッチャーはアビア・ロペスでした。結局最後は空振り三振。しかしこの回、見事なこのロペスのポストシーズン今年初のホームランが出て3対1、大きく2点差、ニューヨークメッツにのしかかっています。そうですね、あの温度はやっぱり頼ってはダメですよ、はい、1人だけですからね、1人では得点になりません。ボールを上から見たんでは絶対ボール打てないような気がするんですよね。上から見下ろすような感じで、上からダウンスイングですね。これは打ち上げてしまいました。あくまでレベルでしょう、レベルで打ち落としてね。おっと今日はヒヤッとしますね、チッパージョーンズ。そうですね、あまり良くない、動きは良くないですね、はい、ニューヨークメッツは今日はその雨のため全くバッティング練習ができませんでした。これも詰まってます。最後はセンターアンドリュー・ジョーンズ、2アウト、はあ、はい、リードした時の投球ってのはね、長くさん前ですからね。セデーニョ、今日マダックスから2本目のヒットです。
そんなかなり気にしてますけどね。でもこれでセデーニョですから、はい、2アウトでもあるんですけども、ここはどうですか、ネッツは足を使ってきますか。うん、まあ、使ってほしいですね、はい、使う価値あると思いますよ。オルドネスもね、あのシーズンの後半はやっぱしぶといバッティングしましたから ね、 ああ、そうですかね、ボールに当てる技術というのは非常に高くなってますのでね、はい、やっぱり走ってやっぱりプレッシャーある与えないといけないですね、ピッチャーに。初球ボール際どいタイミングでした。シーズン66盗塁、ウォーマップには叶いませんでしたが、ベスト10の第2位、今シーズン急成長セデーニョ、難しいジャンプですね。まだ詰まったいいとこ投げるんですよね。そうですよね。で投げる構えがね、ホームに投げるのもセカンドに投げるのも同じ構えからプッと投げますからね、なかなかスタート切れないですよね。おっと、さすがマダックス、ね、ここらがねやっぱ違うんですよね。素晴らしいフィールディングを見せましたグレッグ・マダックス。デニス・クックです。今シーズン71試合レギュラーシーズン10勝5敗3セーブ 3.86 という12年目のベテラン。10月4日に37歳になりました。もともとサンフランシスコ、フィラデルフィア、ロサンゼルス、クリーブランド、ホワイトソックス、そしてテキサスレンジャーズと移ってこのニューヨークメッツのユニフォームを着ています。この回の攻撃は1番のジェラルド・ウィリアムスから。オルドニエス、ワンアウトです。スファンがワールドシリーズなんて敵情したくないですか。しかしアメリカンリーグの話をちょっとしますと、ヤンキースがやはり総合力で非常にこう強い勝ち方を見せて、うん、そうですね、一方ボストンは2連敗から3連勝、うん、特にあの20点以上のディビジョンシリーズの記録の第4戦になりますか、はい、すごかったですね。そうですよね、よくでもあの打力で押し返しましたね、ちょっとねイメージは違うんですけどね、逆にね、まあ、インディアンスが打力でレッドソックスが投手力と思ったんですけど、はい、打力で盛り返したというのが ね、まあ、意味があると思いますけどね。で第5戦でペドロ・マルチネスが戻ってきたというのも大きいですね、はい、もう投げられないというね、はい、やっぱり評判でしたけど、6イニングでノーヒットで抑えましたからね。だからちょっとこうあのワールド、あのアメリカンリーグもね、はい、ヤンキースの一方的な勝利ということもやっぱり計算できなくなりましたね。そうでしたね。マルチネスが治ってくれればもしかしたら面白いかなと思いますけど、はい、やっぱ目の前でこう起動してもらえるというのはやっぱり参考になるでしょうね。粘って歩きました。2アウトランナー1塁でブライアン・ジョーダンを迎えます。いますが、ここでブライアン・ジョーダンポストシーズンでは4割、今日はしかし3打数でノーヒット、ライトフライ、サードフライ、そしてセンターフライです。今のところそのチッパー・ジョーンズを敬遠してジョーダンと勝負というのはまあ成功してますね。できてましたね、はい、今年初めてメジャーで1700試合以上を戦ってポストシーズン初めて迎えたボビー・バレンタイン。ここでスタート。
もう完全にね、読まれてましたね。読まれてましたね。で、結局今歩かせました。敬遠のフォアボールでブライアン・ジョーダンが歩いて、これで2アウトランナー1塁2塁。バッターボックス5番のクレスコを迎えます。ブライアン・ジョーダン1塁、チッパー・ジョーンズ2塁、そしてバトル。レギュラーシーズンは15試合しか登場していません。右バッター3割5分3厘のホームラン1、打点が5という成績です。最後はまっすぐ、クックのパワーが上回りました。ランナー2人残塁、3対1。7回を終了してニューヨークメッツが2点を追う展開となっています。そのまま来るのかなと思いますけど、今あそこに空気ロハス あのユニフォームだけは参加してるんですね。ああいうふうにね、今日から5試合連続で出場停止処分を受けました三塁コーチの空気ロハスのユニフォームが、あのウォレスピッチングコーチの後ろに側に見えます。そういうことがこうなんかやることがしゃれてますよね。そうですね。なかなかね、はい、日本ではそこまで考えないです。あ、もう優勝した人の、まあ、僕たちもあの西武時代根本監督にお世話になりましたので、ね、亡くなった根本さんが、家を飾ることはありますけど、なかなかユニフォームをね、そうですね、ベンチに置いておくというのをされたことは考えないですけどね。そのロハスコーチはアリゾナダイヤモンドバックス戦のディビジョンシリーズで審判に暴言を吐いたことで、今日から5試合の出場停止処分を受けました。さあマダックスですが、この回は上位に回るんで、高橋さん何とかしたいところですね。そうですね、まあ、今前の回はちょっとゆっくり休みましたのでね、はい、余裕があるということでマウンド上がったんですが、でも交代ですね。交代ですね。一度マウンドに上がったんですが、マダックス85球を投げた7回で降板ということになりました。85球打たれたヒットが5、フォアボール1つ、三振に失点1という内容でスタンディングオベーションに迎えられます。マダックスでいつものことですからね、はい、でもマウンドに上がって降りるっていうのはね、あまりそういうことはないですよね。ピッチャーのところですから、バッターが変わって代打が出て、それで交代ということなんでしょうかね。どうですかね。バレンタインがこうして出ています。ね、左が来ましたからレムリンガーかもしれません。やっぱりね、マダックスが行くことによって次のバッターを出しておいて、はい、先ほど言ったね、はい、森山さんの言った通りでしょうね、はい、うん、でレムリンガーという場面です。つまりマダックスはバッターを出すためにまずマウンドに上がったと。そうですね、はい、この後の先発を予想してみますが、とにかく明日のロジャースとミルウッドはもう発表になっています、はい、左のロジャースと新鋭18勝のミルウッドで、その後はグラビンとライターですが、このライターが終盤いい働きをしてるんですよね。そうですね、ライターの試合はもうどんなことしても勝ちたいですよね、はい、この試合はやっぱり、そしてリードも今非常に内容が、投球内容がいいですからね、スモルツも意外に後半は良くないですから、そうですね、ライターリードで、なんとかこうチームを軌道に乗せたいですからね。でもしそういう形でですよ、もし行くと2勝2敗で第5戦なんですが、はい、順番に行けばここに吉井が入ってきます。はい、そうですね、はい、ちょうど真ん中に休みもありますからね、当然吉井ですよね、はい、これ現地の時間で示しているんですが、今日12日明日で1日旅行日がありまして、今度はシェイに移って3つ、はい、うん、その3つ目のゲームで吉井が登板してくる可能性があるんですが、となるとまたまだ来たんですよね。そうですね、まあ、でも吉井とってね、最後の自分の力を、ね、発揮する場面ですから、相手が誰であろうと、はいはい、今日のようにもう5回を2点以内、もうこれでもういいんじゃないですか。5回の2点、今日のピッチングですね、はいはい、あとは打線がね、やっぱり打線爆発する場合もありますから、もうブレーブスの
とにかく今年ミルトがいいと言いますけど、僕たちも数字で見ますと、はい、ミルトが4点4本ホームランを打たれてノックアウトされることもあるんですよ。ありましたね、はい、ニューヨークメッツの打線から言ったら今日のマダックスよりもミルトの方が組みやすいかもしれませんね。そうですね、投球はやっぱりストレート系が多いですからね、はい、だからそういうこともありますから、はい、このプレーオフに関してはやっぱりブレーブスの場合は絶対はありませんから、はい、ダブルスイッチです。左のレムリンガーがマダックスの代わりにマウンドに行きました。そしてバッターボックスにはマット・フランコ。失礼、モーラが入っています。アトランタの一塁はブライアン・ハンターが入っています。ブライアン・ハンターと左のレムリンガーダブルスイッチです。ボビー・コックス、このモーラはマット・フランコ代打の代打という形になります。マット・フランコが出てきてボビー・コックスはマダックスをベンチに戻しました。そしてこの左のレムリンガーをマウンドに上げて、今度はボビー・バレンタインが代打の代打を出しています。こちらマット・フランコ、今日仕事できなかったですね。フランコはね、でもマダックスを下ろすという意味ではね、はい、うん、まあ代打で出てマダックスを置いてくれたくれましたからね、という仕事はしたんですね、はい、問題は今度はこのレムリンガーパワーピッチャーをどう攻略していくか。ニューヨークメッツ今シーズン73試合で10勝1敗1セーブ、非常に左手いい活躍をしました。もう一人アトランタはセットアッパーの左マル・ホーランドがいるんですが、こちらも10勝を挙げています。ご覧のように右のスプリンガーとそしてジョン・ロッカー投げ始めました。行ってきましたね、はい、今右側で投げていたのがロッカーです。もう最終回はもう当然ロッカーがね出てきますよね、任せますから。この回だけ、この後は右のリッキー・ヘンダーソン、右のアルフォンゾ、そして左のジョン・オルルットと続きます。うん、ちょっとメッツチャンス巡ってきましたよ。来ましたね、さあボビーコックスがブルペンを睨みながらリッキーヘンダーソンを迎えます。ノーアウトランナー一塁、今日のリッキーはサードゴロ三振、もう一つサードゴロ4回目。左レムリンガーですけど右右ですからね。そうですね、ヘンダーソン、アルフォンゾ、右右続いて左のオルリットです。シェイスタジアムでしたらガゼン盛り上がってくると思いますね。そうですね、チャンスが巡ってきたんじゃないですか。こうして一塁コーチのムーキー・ウィルソンが一塁ランナーになりましたモーラにいろいろアドバイスをしているところです。40歳、あと5年はしたいというリッキー・ヘンダーソン。5月3日には膝を痛めて一時故障者リストに入りましたリッキー・ヘンダーソン。ニューヨークヤンキースとニューヨークメッツ両方のニューヨークのチームでプレーした63人目のプレーヤーです。シーズン当初1300盗塁達成、うん、そうそうヘンダーソンも出てもらわないと。まあ、ジョニーピッチングコーチは今までベンチに座って彼のトレードマークであるこう船を漕ぐような形でずっと座っていたんですが、ようやく立ち上がってしまいました。2回ですよね。2回ですね、9回はやっぱり計算できませんから。ロッカーですもんね、この回ファールです。アトランタの弱点もこの回でしょうね。そうでしょうね、やっぱり長継ぎのメンバーがもう完璧ではありませんからね、
プレーオフはもう先発ピッチャーをどんどんどんリリーフに追い込みましたけど、初戦からそういうわけいきませんからね。ダブルプレーは逃れましたが、リッキー・ヘンダーソン、外の変化球。あ、でもこれはもう最悪の仕事ですね。最悪の仕事なんですけど、はい、うまく塁を進めたということでしょうね。で、当たっているアルフォンゾですからね。ね、さあ、ここでボビー・コクスは動くかどうか。どうやらそのままレムリンガー、変えないですね。変えませんね。今日2安打のアルフォンゾ。ここでアルフォンゾにあのアリゾナダイヤモンドバックス戦と同じように一発が出れば一気に同点ということになりますが、終盤最大の山場です。そしてちょっと見ていてアルフォンゾが一番こう、うまくボールを捉えてますから ね、タイミングが合ってますからね。マダックスのボールは見えていました、ポストシーズン3割1分6厘。あっとチェックスイングです。当てただけ。これはバッテリー助かりました。そうですね、助かりましたね。助かりましたね、フルスイングしなかったですからね、はい、今はどうしたんでしょうね。ストライクかボールかちょっと見極めがつかなかったんじゃないですかね。打ちに行ったんですけど低いと思ってバットを止めなかったんですが止まらなかったんです。で当たってしまった。止まらなかったんです、ね、先ほどのインタビューの中でとにかくプレーオフに出られたことが嬉しいしチームの勝利に貢献できて最高だというインタビューをしていました。実際ボールですよね。ボールですね、低めですもんね。ツーアウトランナー三塁。これはブレーブス助かりましたね。でここでオルルットのところです。ここでボビーコックスは変えます。だったらここまでオルルットに投げさせるために我慢したと思いますけどね。ここで出てきました。いきなり出てきました。いやロッカー登場。これには参りました。本当ですね、オルルットのためかと思ったんですが。そうですよ、レムリンが我慢したのは僕オルルットにつながるために我慢したと思ったんですよ。そうですよね、2人ともね。右を3人対戦させておいて、はい、オルルット左バッターがちょっと交代してロッカーですからね。これはねメッツのベンチにとってはショックですね。そうですよね、そうですよね。これはしかしボビーコックスとしてはどういう考えをこう持ってたんでしょうね。いやもうだからもうこれで決めに行くつもりなんですよ ね。この回はやっぱり本当はもう使いたくないと。できれば2イニングロッカーで投げてほしいわけですよ、はい、これ今ご覧いただいているのはディビジョンシリーズのヒューストン戦です。2試合に投げて1勝1セーブというこの若きストッパー、この激しい気象をむき出しにしますジョン・ロッカー。彼にねロッカーに僕はねかけてると思うんですよベンチは。そうですね、だからやっぱり長いイニング投げますと、はい、明日に影響ありますからなるべく短いイニングで抑えたい。だから、まあ、9回を3人と思えば、まあ、この回1人投げて4人ですか。それぐらいならまあいいと、そういうことで、そういう計算なんでしょうね。とうとうジョン・ロッカー守護神が出てきました。アトランタブレーブス、マダックス好投、その後レムリンガー左が受けて最後舞台を作っておいてボビーコックスが送り出したのはジョン・ロッカー。この17日に25歳になる2年目の若きストッパー。シーズン中は絶対考えないことですね。考えられませんね、考えられません、ね、はい、と同時にやっぱりメッツの怖さが分かってるから、はい、ここで相手使ったんでしょうね。あ、そうでしょうね、やっぱ初戦はやっぱりマダクスの好投も含めてやっぱり初戦を取っておかないと、はい、メッツに勢いを盛り返してはダメですからね。ご覧のように今シーズンメッツに対しては7試合5セーブ11個の三振を奪っています。
96年はチャールストン相手にノーヒットノーランも達成したことがあります。マイナーリーグですが、そのジョン・ロッカー、そしてオールウッド、ポストシーズンは4割2分1厘ですが、ここは左手の対戦。この人戻れば1点差、モーラ。さあ注目です、このパワーです2人目のレムリンが97マイルがいきなり出ました。156キロ、マジョーニピッチングコーチはまた座り直しています。2球連続まっすぐ、アトランタのファンはたまりませんね。そうですよね、今度投球を見たらまたファンも盛り上がりますよね。そうですね、冷静なオルトがどこまで対応できるか。三塁ランナーはモーラ、トゥーナッシングと追い込まれました。対ロッカーには7打数でノーヒット3三振、元首位打者オルルット、3球三振、素晴らしいロッカー。左バッターだしね、踏み込んで打てないですからね。ませんけどね、しかし勝負きましたね。だから今乗ってるんですよ。乗ってるんですね、ディビジョンでね、すごい、ディビジョンで勝ったそのチームを引っ張ってきましたからね、ノーアウト満塁を抑えた勢いがそのまま乗り移ってますよ。そうですね、しかしその後ジェラルド・ウィリアムスのタイムリーヒットが5回に出ました。ワンアウトランナー3塁という場面でした。さらに6回にはペレスの今シーズンポストシーズン第1号のソロホームランで3点目を挙げています。吉井は5回途中2失点でマウンドを降りています。日本人初のリーグチャンピオンシップシリーズ出場は成し得ました。そして5回を2失点というアトランタを相手に好投を見せました。しかしこのままいけば吉井、ニューヨークメッツともに第1戦を落としてしまいます。今日ノーヒット、今回はやっぱり丁寧に行くと同時にあまりこう球数をたくさん投げますと守っている方も疲れますからね。すんなり行ってほしいんですけどね。そしてドンベーラーにいろいろ話を聞いているロッカー、先頭バッターを出してしまいました。ペレスはレギュラーシーズンでは7ホームラン打点30という成績です。95年ワールドチャンピオンを記録しています。さあノーアウトランナー1塁、4人目ウェンデル、フォア送らせます。ボビーコックス送らせます。ホームランを打ったペレスに送らせました。すごい作戦取ります ね、 すね、先ほどの系投といい、硬いといえば硬いんですが、硬すぎますよ。硬すぎますか、ホームランも打っているペレスにこの送りバント、野球は強ければいいんですけどね、強すぎるとお客さん見に行きませんからターナーフィールド、今日はアッパーデッキがかなり空いています。苦しくなってきたボビー・バレンタイン、手堅く来ている系統も、それから送りバントもボビー・コックス。コックスもね、今年はちょっといつもと違うぞということはやっぱりみんなにこう教えたいんじゃないですかね。
だから勝たなければいけないんだという気持ちがね、みんなにこう教えるためにこういう作戦を取ったんじゃないですかね。8年連続でそのポストシーズンに進んでてもワールドチャンピオンになりませんからね。年だけですもんね、はい、逆にシーズン中苦しみましたから、はい、あの監督とすればチャンスを持ってるんじゃないですかね。だから今まで楽に勝ってきましたの で、ちょっとこうなんか勝ってきた気の緩みみたいなのがプレーオフに出ましたのでね、今シーズンはっきり言ったらメッツの頑張りよって最後の最後まで苦しめられましたから ね最後にいい形ができたので今年はちょっとこうなんかみんなのこう気持ちを、ね、引き締める意味でもいい年ではなかったかなという気がしますけどね、はい、今日2安打のウォルト・ワイス抜けました。致命的な点が入る。4点目、4対1、メッツ苦しい。ワイスはうまい。バッティングが本当にこの人はあのコンタクトヒッターと言われるんですが、本当にあの本当にもうボールに逆らえませんからね、コンと打つんですけども、見てください、あのコンパクトなスイング。本当ですね。オークランド時代からバットのコントロールが非常にうまいバッターと言われていました、このウォルト・ワイス。ボールを引きつける、引きつけるだけ引きつけて、はい、自分の一番近いポイントでトンと入ってますからね、はい、4点目が入りました。それも終盤に入りました。ウェンデルは今シーズン80試合に登板して、これニューヨークメッツ球団の記録的なあの、ね、登板の回数だったんですが、はい、先頭バッターフォアボールってのはやっぱり痛いですね。そうですよね、まあ、もちろん本来は得意の球はスライダーですからね、はい、これでうまくカウント稼いでいくんですけど、途中からピッチャーのところにダブルスイッチで入っていましたブライアン・ハンター。ボールカウント1エンド1です。もう1点ももらいました。ロッカー9回の4番のピアッツァからそのイニングを抑えれば第一戦をものにします。アトランタ今日ホームランも打った後送りバントを決めたペレス、いいバッティングを見せたベテランウォルト・ワイス、13年目35歳。おっと、あいつはメッツは思ったわけですからね。ツースリーでスタートを切って二塁は、盗塁は成功。これでツーアウトランナー二塁。もう一度見てみましょう。指を故障しているピアッツァです。今日これで盗塁は3個記録しました。手の影響あるでしょうね。ありましょうね。先行したのはアトランタ、外いっぱい。でもこの1点は大きいですね。大きいですね、はい。ご覧のように1点ずつを取ってきました。8回の裏の攻撃が終わって、さあ9回の表、3点を追って4番のピアッツァから始まります。今シーズンはガララーガが先ほどベンチで映っていましたが、腰のがんのために今シーズン1年間を棒に振りました。しかしブライアン・ジョーダン、そして今日先制のタイムリーヒットを放ったブレッド・ブームを補強しました。アトランタ・ブレーブス先発ピッチャーはネイグルはシンシナティに移りましたが、グラビン去年20勝ピッチャー、それにマダックス、スモルツで、もう一つ大きかったのはミルウッドが大活躍したというところですね。若手にうまく切り替えて、もちろんもうそのファーム組織はしっかりしてますのでね、はい、いい選手ができて、ロッカーにしても昨年までの抑えのエースではありませんからね。そうでしたね。さあそのロッカーがマウンドにいます。ピアッツァ今日は打点は1ありますがヒットはありません。
3点差を追っています。ポストシーズン1割6分7厘のマイク・ピアッツァ。このロッカーを打つためというんですか、相手のエースを打ち崩すために今日はピアッツァをあえてね、はい、そうですね、4番に持ってきたわけですからね。ここまでは結果が出ていません。ピアッツァそーっと気合が入っています。ロッカーフィールド、ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ第1戦、4対1、守護神ロッカー正面、ワンアウト。気迫に押されてますよ。押されてますね。今ぐらいの、ね、気持ち、シーズン中ずっと通して今の気持ちで投げられるってことはおそらくないと思いますよね。でもこのプレーオフに関してのそのロッカーの気持ちがあれば、ボールを投げる必要ないですね。ボールを投げる必要はない、僕たちもシーズン中あのフォアボールを出すピッチャーにはよく言うことがあるんですよね、はい、気持ちを込めればもうとにかくど真ん中投げて気持ちを込めれば打たれないんだからって言うんですけど、やっぱりピッチャーっていうのはどうしても逃げに回りますからね。5番ロビン・ベンチュラ、今日のベンチュラもマダックスの前にフォアボールで出塁するのが精一杯。ショーン・ダンストンがいますね。この後はハミルトンのところですが、ハミルトンも今日ノーヒット。そうですね、ベンチラの長ちょっとスピードに弱いところありますのでね、はい、これも押されています。でもまあシーズン中に実績もありますし、打点もしっかり稼いでますから使っていると思いますけどね、はい、もうベンチラ、ハミルトン2人とも変えてもいいと思いますけどね。そうですね、まずベンチュラはしかし一発の魅力があるということで、そのままボビー・バレンタイン起用。ワン・ツーです。アトランタ戦では今シーズン2割2分4厘しか打てませんでしたニューヨークメッツのティム・バッティングアベレージ。一方アトランタは2割6分。ストレートでやっぱり追い込んでくるっていうのが怖いですね。ですね、それもこういう場面では強いですね。強いですよ。今日のキッチンコーチはもうこうしてボビーコックスの隣にどっかり座っています。あーいいところです。ロッカーの一番の得意球。いや昔から速いピッチャーたくさんいますよね、そして真ん中の球をファウルすると打ち損なうともうカウント追い込まれますよね、はい、そしてコースへピシッと決まったらもうバッター手が出ませんよ。出ませんね、もうなかなかそこまではねコースまで打つ気になりませんよね。もう今のもう典型でした ね、 ね、甘い球でファウルさせておいてアウトコースいっぱい。これはね早くてコースへ決まったらもう手が出ませんよ ね、 出ませんね。ロッカーに代わって2つ目の三振。さあそしてベテランのショーン・ダンストン登場。ベテラン36歳が25歳に対戦します。ベテラン打ち切りません。ベテランの方が打てないんじゃないですか。打てないですか。やはりこの早いとだから今ハミルトンがねハミルトン代わりダンストン行きましたけどね、はい、ハミルトン難しいと思いますけど、ダンストンもねちょっとね振れないんじゃないですかね。バットが初球空振り当てただけ。チッパー・ジョーンズ、今日は彼の守備がちょっといただけません。そうですね、非常に危ない場面があります。
打つことに関してはもう一流なんですけどね。でもブレーブスの場合はやっぱり守りも良くないといけないのでね、はい、ちょっと打つ守るの方が雑になってますよね。これはもうロッカーとしては打ち取った球ですからね。そうです。先ほどピアッツァのボビーコックスも怒ってますね。怒ってますね。ピアッツァのバットが目の前に飛んできて、まあ、ピアッツァはアウトにしたんですが、その間に三塁ランナーホームインというケースがありました。さあそしてこの人が残っていました。トッド・プラット、第4戦延長10回サヨナラホームラン。こういうやっぱり細かいミスをコックス監督嫌うんですよね。7番セデーニョに代わって登場プラット。ロッカーは明日も使わなきゃいけないんだから、もう急いでも投げる球数は少ない方がいいですからね、うん、これもあります。チャンスと二塁。93年ワーグシリーズスカイドームであのサヨナラホームランも放ったジョー・カーター以来、プレーオフのサヨナラホームランは4本目という第4戦の10回延長10回サヨナラホームランも放ったメジャー7年目のトッド・プラット登場。打てなかったベンチュラ、プラットにかけます。あれすごい、フェア、ダンストン戻る、2点差、4対2。当たっているプラットです。考えですね、本当ね、これはですね。だから9回のこの4点目っていうのは大きかったんですね。意味がありましたね、はい、なければ1点差ですからね、しかしこの人は当たっています。でもちょっとこうロッカーを打つきっかけが出たんじゃないですかね。できましたかね、トップ監督が怒ったの分かりますね。さ あバレンタインの目にまた力がこうついてきました。ボビーコックスはイライラしています。あさって登板予定のライターオルドニエス登場。8番ショートは今日ノーヒット、されています。まっすぐと分かっててやっぱりファウルですからね、アグバヤーニ、この人がオンデッキにいます。その前にオルドニエス、今度はカーブ、これは打てないですね。まっすぐ、ね、まっすぐしか待ってませんからね、そうでしょうね。やっぱり156キロ以上の、ね、ボールを投げられた後にね、歩きたらもうちょっとね、グナッシング、速い球はもう投げた瞬間にバット振り出さないといけないですからね、こうしてガララーガが笑みを浮かべていますが、グナッシングファールです。このままいけばメッツも吉井も第1戦を落とします。アーシュハイザー、ピアッツァ、アルフォンゾ、ここは1球誘ってきました。当然オルドニエスはインコースのまっすぐ待ってるでしょう。待ってますよね、当然、はいはい、変化球が来たらうまくカットして打つのはまっすぐと思ってますね、決めてますよ。まっすぐに的を絞らないと対応できませんからね。変化球は的を絞っても、はい、明日はもし来たらもうちょっとバット出ませんよ。出ませんね。今日2安打のアルフォンゾ、
最後までスリリングな展開を見せてオンデッキにアグバヤーニ。変化球ファールです。ジャストファール。7球目、粘ります。粘るね、スワットカーですからね、はい、この粘りは価値がありますよ。8球目です。フェアです。試合終了。99ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ第1戦、アトランタブレーブス4対2逃げ切りました。吉井がメッツが敗れました、まあ、最後マウンドにいたのはロッカーでした。はい、2点差ですからね、決してメッツの方が一方的に押されたわけじゃないんですけどね、ちょっと勝負強さで一歩ブレーブスがね今日は先行しましたね。そうですね、今日は先手を取ったのはアトランタ、2番のブレッドブーンの見事なタイムリーヒット初回、そしてその後4回にはニューヨークメッツはランナー3塁でピアッツァのサードゴロの間にホームイン、これで同点。しかし5回にはまた1点勝ち越されました。それはランナー3塁において1番のジェラルド・ウィリアムスのレフト前タイムリーヒット、さらには6回にペレスのポストシーズン第1号のソロホームランで一時は3対1と突き放しました。そして8回の裏には今度は送りバントをホームランを打ったペレスが決めて、その後ウォルト・ワイスの軽打で1点も加えました、まあ、結果的にはこの1点が高橋さんもおっしゃったように非常に大きな1点だったんですが、はい、ニューヨークメッツは9回表ジョン・ロッカーストッパーの前に2アウトから1点を取るのが精一杯でした。でも采配は、ね、今日はアトランタは厳しかったですね。そのシーンをご覧いただきましょう。まず初回、吉井の投げたカーブをブレッドブーンセンター前タイムリーヒット1点先行。4回表をご覧いただきましょう。ランナー1、3塁、3塁ランナーアルフォンゾ、ピアッツァ外を攻められた後のインコース、チッパージョンズは音玉をして1塁間に合いましたが、この間にアルフォンゾホームインで同点。5回裏、今度はランナーを置いて吉井が投げて、この外の球をウィリアムスレフト前ヒット、これで2対1勝ち越し成功。さらに6回裏にはペレスにホームランが出ました。8回裏はフォアボールで出たランナーウェンデルが先頭バッターを出してしまいましたが、送って成功してウォークワイス、この打球でフォアボールのランナーアンドリュー・ジョーンズ戻って、これで3点目、3対1。そしてこれは8回のシーンですが、9回です。プラットがレフト前ヒットでメッツが1点差に詰め寄りますが、最後はご覧のオルドニエスサードゴロで試合終了。